繁栄神社は、香川県高松市港南町湯さにある神社。別名は、カムロヤワタグで、港南町の氏神として親しまれ、縁結び神社としても知られる。佐ぬき15社霊場第7番。周期霊祭で披露される夫婦王子姉妹で使用される、王子氏は、県指定有形民族文化財で、日本一の大きさとも言われる。佐ぬ国高等軍茨城出生説もある。 安倍の生命が神主をしていたという伝承もある。境内には樹齢800年以上のクスノキをはじめ100種以上に及ぶ植物が群生しており、香川県自然記念物に指定されている。861年、佐抜き巡礼中の円鎮が茨城に着いた時、鳩峰王子座洋菩薩が現れて、茨城を鎮護すると言った。このため円鎮はこの地の里人の力を借りて、 宝蔵寺を建てた。1357年、細川よりゆきがつく保護、尊崇し、京都岩清水、八幡宮の冠絵を奉納した。このことから、冠を、八幡宮と呼ばれるようになり、後に、冠栄神社となる。現在も地元の人は、神室と呼んでいる。以後も、細川氏による、信仰、保護を受け、細川氏が衰えた後も湯差しがこれを引き継いだ。後に、 佐野き国を支配した、生駒近ちや松平頼重も、車両の寄進をするなど当社を保護している。明治に入ると校舎に列格し、1907年、新鮮兵白領とも新神社にも指定されている。1918年には、県社に昇格した。1970年、姉妹に使用される王子氏が、県の有形民族文化財に指定される。 1977年、古来よりの自然が残る鎮守の森が、香川県自然記念物に指定された。1982年、万葉集、展示本が発見され、重要文化財に指定された。2001年4月、香川軍港南町が境内を横断する、排水管埋設工事を神社に、無断で行い、高松地方裁判所は、港南町に対し、 排水管撤去命令を出したということがあった。2006年、神社は神社本庁から離脱することを決定、広告した。しかし、神社本庁離脱のための県への規則変更申請は認可されなかった。一方、宮司は2012年に死没した。その後、小宮司の長女の女性が宮司代行者への任命を愚信したものの、神社本庁から認められることなく、 別の宮司が、香川県神社町によって決定された。2016年現在、神社は小宮司の妻が管理し、一方神社本町によって決定された宮司は神社へ、全く訪問しない状況となっている。重要文化財香川県指定有形民族文化財、香川県自然記念物。ありがとうございます。